で、抽象的対具体的な言葉の使用っていう章があって、人間の違いを考える際、一部の研究者は言語思考の違いに焦点を当て、他の研究者は認知思考の違いに焦点を当てたと。ただし両者とも、私たちが行動を起こす際に社会的文脈で自分自身を位置づけるという人間の必然性に関心を持っていると。焦点をこことここにいろんな研究者は当てるが、うん、私たちが行動を起こす際に社会的文脈で自分自身を位置づけるという人間の必然性っていうのがあるよねっていう話をしています、うん、で、認知に関してはマイヤーズっていうのは、はい、まあ、MBTI の始祖ですね、うん、MBTI の中で私たちのうちの一部は直感や内省によって思考され、残りの一部は感覚的知覚や、観察によって思考されるとしたと。で、私たちの思考とそれを反映する言葉は、私たち自身の仲間が誰であり、私たちや彼らが何をすべきかを考えて現実に向かわせる手助けをしています。私たちの思考とそれを反映する言葉っていうのは、私たち自身や仲間が誰だっていうことと、私たちや彼らが何をすべきで現実にどう向かわせるかっていう手助けをしている。言葉で考えて、はい、行動に表すのも多分言葉で考えてその行動をするわけですよね、うん、自分もそうだし人もそうさせていると。言葉を使って、もちろん思考は観察できないが言葉は観察できるので、私たちが選ぶ言葉の種類を調べることは有効かもしれないと。抽象的な言葉っていうのは類推的、分類的で、架空だったり比喩的だったり一般的だったりっていうことで使用される。同様に具体的っていうのは詳細だったり事実、基本的、経験とか指示通りとか文字通りとかっていう話し方になるよと、うん、で、このツールの使い方ですと。人間は単なる言葉を使う動物以上の存在ですと。実際に私たちの言葉の増殖、言葉が増えるのは、うん、道具の増殖があった時のみに起こりましたと。道具が異なるものにつれて、うん、言葉も相互に異なるようになっていったと。どちらも先行したり遅れたりすることなく互いに影響し合ったのです、うん、これなんか面白いですよ。道具が増えると言葉が増えるっていうのが、もう言葉が足りないから作られていくってことですよね。でも全部ちょっとずつ人の中で捉え方違いますもんね。言葉にしても、言葉にしても、まあ、パソコンとかでもそうじゃないですか。なんか新しいものが出たらこれ何にするかって言葉が誕生するみたいな、はい、で、私たちの目標を実現するために行うほとんどのことは同時にまた連続して複数の種類の道具を使用する必要があると。どこを見渡してもどの方向にも道具があり、家の外、会社の外、いろんなところにいろんな道具があると、うん、まあ、テーブルとかコンピューターとか、はい、いろいろあって、乗り物も道具だと、うん、橋も、うん、橋ブリッジ、はいはい、もそうだし、うん、歩道もそうだと、うん、服も道具だと、うん、私たちは道具によって自分たちを隔て、うん、その人間の中で優越性を持つようになったと、うんうん、実際多種多様な道具の群れこそが過去数世紀で夢にも思わなかった目標を追求できるようにしている、うんうん、しかしどのような目標であっても必ずしも同じ道具を選択するわけではないと、うん、ここで私たちの性格が影響を及ぼすんだと、うん、私たちの中には自分たちの所属するグループが承認した道具を使用することを好む人がいます、うん、一方で仕事に最適な道具を承認されているかどうかに関係なく使う人もいます、うんうん、前者を協力的な人々と考えてみましょう、うん、彼らは自分の望むものを得るために他の人々とやっていくこと、うん、つまり周囲の人と法を守り適応することで所属する社会的グループの合意されたルールや習慣に完全に一致するように努めます、うん、対照的にユーティリタリアン、うん、
これ今道具の話をしています。はい、あの功利主義ですね。ユーティリタリアンは可能な限り効果的な方法で目標を追求し、うん、成功を約束し最小のコスト、うん、努力で達成できる道具を選びます、うん、社会的なルールを守るかどうかに関わらずそうすると、うんはい、っていうこの違いがあると、はい、これが今上下の違いを言っています、うん、ただし習慣的に協力的な人々が実用的で効果的な道具に無関心であるわけではないと。もちろん彼らも道具の効果を考慮するが道具の効果は使用すべきかどうか他人からどのように見られるかつまり社会的に受け入れられるか、うん、道徳的に正しいかという点よりも二次的な要素として捉えています、うん、同様に習慣的にユーティリタリアンな人々は自分の社会的グループと協力を拒否しているわけではないが、うん、他人を喜ばせることやルールを守ることは二次的な考慮事項と捉えており、うん、自分が選んだ道具が自分の目標を達成するためにどれほど優れているかを判断した後にそれに続く要因として、まあ、そのルールとかっていうのを考えていると、うん、これは優先順位の問題だと、うん、ほとんどの人々がほとんどの時間他の人々とうまくやっていく方法を学び、うん、ほとんどの人々が効果的な行動を選びますが、うん、最初の本能は協力する習慣または活用する習慣に基づいて目標を追求することです、うん、はいはい、わかります。詳しいわね、はい、この辺がいいですよね、はいはいはい、なんか何を考えているかとかじゃないんですよ、うん、君は何を使ったかなんですよ。分かり、説明が分かりやすい、はい、うん、やっぱり僕はね、まあ、先週の動画で、はい、安芸高田市、はいはい、市長問題を考えたときに、うん、議会グループに立つんですけど、はい、やっぱりなんかね協力してやろうよ、うんうん、協力することの方が大切だって感じですよね。話し合えば分かるよね、うんうん、って言うと市長の言い方は、うん、攻撃的だ、うん、全然正しいんですよ。僕聞いても全く正しいんですけど、内容が、内容はね、はいはいはい、全く正しいです、うんうん、で議会側が支離滅裂なことを言ってるのは分かるんですけど、はいはい、市長、うん、もうちょっと話し方、うん、話し方っていうのがやりたいんですよ僕は、うん、そこにしか解決はないと思ってるんですよ、うんうん、でも市長は違うんですよ、うん、あの示せって言うんですよ、うん、君らは正しいことをせよ、うんうん、こっちに正しいことをさせるっていう選択肢はないんですか。できないんですよそしたらこっちもできないんですよっていうこの辺はね、はい、だからね分かると思うんですよ、はい、ってやられると僕はね、はい、NT も SP もないかなっていうのがここで分かるなと思います。はいはい、はい、死人が出ますよとか言ってますもんね。死人出ますよ。あ、っていうと僕が二等兵曹操なら、はい、誰か殺しますよ機械側のメンバー。で下側なんて死人が出ても達成できればいいって人たちじゃないですか。あ、功利主義だった功利主義か。はい、死人が出ますよは気にしないですよ。市民が幸せになれば、そうそう、全体が良くなるんだったら一人ぐらい死んでももう問題ないでしょう言わないけどね言わないけど言わないけどね、言っちゃダメだけど、はいはい、がまあ功利主義じゃないですか。だって市民が幸せになるの、はい、それで総量が上がるんですからね。2万3000人だったかな、はい、2万5000人だったかな、はい、うん、ではですね、この4つのセルと行、行と列を交差させることで、はい、各性格タイプが互いに関連していることを見てみましょうっていうところなんですけども、まず SP タイプっていうのは、はい、NT タイプと同様にユーティリタリアンであり、はい、SJ タイプと同様に具体的ですと、はい、一方で NF タイプはどちらの側面でも異なる、うん、一方この NF タイプっていうのは SJ タイプと同様に協力的であり、うん、NT タイプと同様に抽象的だ、うん、そして再びどの側面でも SP タイプではとは異なると、はい、したがって各気質には2つの補完的なタイプと1つの対立するタイプがあります、うん、これらは彼らがメッセージを伝える方法や、うん、目標を実現する方法に関して対立してるんですね、うん、はい、ここははいはい、なるほど、 してる感じはありますよね。そうですね、なんかその、まあ、対立っていうか分かり合えない感が何を言ってるのか分からないみたいな
そうです。たまにやっぱりね、この僕もこの隊長がコメントを返すじゃないですか、うん、心配なんですよ。何がですか？喧嘩売ってますよこれと、はい、例えば ENTJ の女性がコメントをくださって、はいはい、なんか私ね、なんか親分気質で彼氏ができないんすよって言ってる人に対して、うん、僕はなんか、あ、早くコメント返さなきゃ、そんなことないよって言わなきゃ、はい、って思ってる時に隊長が、うんうん、ああ、わかります、みたいな。できなさそうですもんね、って返すんですよ。はい。でも、ええー、って思うじゃないですか。はい。でも、あなたは欲しくなさそうですよって。そうそう。欲しいと思ってないですよねって返すんですよ。っていう返すんですよ。はい、で、僕はそれを見て、なんちゅう失礼な。じゃあ、欲しいと思ってたら欲しい行動を取るわけじゃないですか。要は、はい、このタイプ4つの前に、はい、男と女やぞと。はい。恋はしたいに決まっとるやんって思ってるので、僕がそうだから、はい、そんな失礼なこと言うなよと思ったら、はい、ですよねって返ってくるんですよ。はい、ああ、これが NT かと、はい、NT と SP の、はい、効率主義、ユーリタリアンの会話かと、はいはい、っていうね、この分かり合えない感はあるんですけど、うんうん、人々の言葉や道具の使用法を観察することは、気質を判定するための便利で非常に正確っていうのは正しい、うん、正しい確かな方法として、この、カーシー博士の判定の仕方はあるよと、うん、はい、なんで MBTI とかは何を考えてるか、うんうんうん、心理機能ですからね、心理機能を見ましょうって言うんですけど、はい、カーシーは違うんですよ、うん、行動なんですよ、うん、言葉、うん、何を使ってるか、うん、であなたを判断しましょうねってやってるんですと、はい、分からないっていうスタンスですからね。何を考えてるか分からない、うん、無意識は認識できないっていうユングの、まあそうですね、はいはい、なので例えばある人が発話において習慣的に具体的であることに注意を払い、そしてその人が物事を達成する際に習慣的に協力的であることに気づいた場合、私たちはその人が、プラトーの守護者、アリストテレスの保守派、あるいはマイヤーズの SJ タイプであると判断することができます、うん、そしてタイプウォッチングに関しても同様だと、具体的または抽象的な言葉の使用と協力的またはユーティリタリアンな道具の使用を観察を通じて SP アーティザンまたはアーティスト、うん、SJ 守護者、 NF 理想主義者または NT 合理主義者に判断することができますよっていう話、うんうんうん、